の大島桜と山桜などの主観雑種として誕生した栽培品種の里桜群に属し、牡丹桜とも呼ばれる。近畿では4月中旬に満開となる八重桜。八重桜は一つの桜の品種ではなく、80咲きに花をつける桜の総称である。ソメイヨシノに代表される一般的な桜の花びらは5枚で、この咲き方を一重咲きと呼称するのに対し、桜の場合は6枚以上の花びらをつけるものを、八重咲きの八重桜として区分しており、さらなる咲き方の小区分として、6枚から15枚の咲き方を、半八重咲き、5枚の花と6枚から10枚の花が1、木中に混合している咲き方を一重、80咲き、20枚から70枚の咲き方を八重咲き、100枚以上の咲き方を菊咲きと区分している。さらに菊咲きの咲き方は、花の中から花が現れる段咲きありとなしに区分される。菊咲きの桜は、八重桜の他に菊桜との別称で呼称されることもある。多くはソメイヨシノに比べて、開花期が1から2週間ほど遅く、ちょうどソメイヨシノが散るのと同じ時期に開花を始める。関東や関西での見頃は4月中旬以降であり、開花から散り始めまでの期間が、比較的長いのも特徴になっている。花は、やや大きめで、花弁の多さから、丸く、ふんわりとした形になるものが多い。多くの栽培品種が作出されており、日本でとりわけ多く見られるものとしては、江戸彼岸に由来する八重紅しだれ、大島桜由来の里桜群に属する、強健さと鑑賞性の高さを特徴とする、寒山や一葉、同じく里桜群で、室町時代から存在していた不現像などがある。特に、北海道在住の浅利正利は、正木藩の頃からあった正木町由来の松前早咲きを掛け合わせるなどして、紅豊かなどの八重桜も含め100以上の桜の新品種を作り出し、これらの品種は、正木系と呼称されることもある。寒山をはじめとする、これらの複数の品種が、欧米に送られ、現地でも公園や個人宅の庭に植えられて、花見の対象となっているほか、現地でも日本の八重桜から新たな栽培品種が生み出されている。今日、多くの八重桜の品種が見られる名所としては、北海道では正木公園、東北では日本国花園、関東では日本花の会有機農場や新宿御苑、関西では、桜の通り抜けとして知られる大阪の造幣局が挙げられる。八重桜は古くより春の風物詩として親しまれ、日本人との関わりの歴史は長い。伊勢大輔は、古の奈良の都の八重桜狂92をひぬるかなと、八重桜を和歌の題材に利用した。また、平安時代に宮仕えをしていた女房の装束で、いつえぎぬに桜色を用いることを、八重桜と表現していた。ありがとうございます。